茨城県道67号高萩インター線は、茨城県高萩市を通る県道で、常磐自動車道高萩インターチェンジへの接続道路でもある。高萩市高戸の国道6号より分岐し、高戸大橋で国道6号と JR 常磐線を渡り、高萩市上田綱の高萩インターチェンジと、茨城県道10号日立岩木線に接続する路線。通称、 高萩インター通りと呼ばれる。起点、国道6号との接続部分は高道橋で回り込むようにループして接続する。起点からループ部にかけ、かなり急カーブ、急勾配である。1994年4月1日、高萩インターチェンジに接続する新規路線として、起点を高萩市、大座高と終点を同市大座上手綱を終点とする。 主要地方道高萩インター線が路線認定された。翌1995年に整理番号67へ変更され現在に至る。国道6号の高戸交差点を曲がり、特徴ある高等橋のループを上り、JR 常磐線を越えた先に高萩インターチェンジの入り口である交差点がある。さらに、常磐自動車道の下をくぐり、ホテルを右手に見ながら進むと、 終点である、茨城県道10号日立岩木線、茨城県道111号高萩花線の関口十字路、交差点に接続する。道路法の規定に基づき、高萩市高校高萩市場田綱館は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。 高萩インター通りの標識地勢は、路線全体が北茨城大地にあり、東から西に向かってなだらかな勾配で標高が高くなる。下立名の沿道にスーパーモール高萩があり、さらに西へ進むと、田園地帯に入り、左手に茨城県高萩土木事務所がある。茨城県道67号高萩インター線、福井曲線半径。 公害その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。